はい、おはまる、どうも、しょうまるセブンでございます。はい、今日の動画ですね、なんと、コースティックで、ノラダイヤの解説動画となります。これはみんな気になるでしょう。ってことで、普段ですね、Twitch で配信してるで、説明欄をフォロー、お願いいたします。ごわかった。はい、まあ、ジャンプは、まあ、ケツ見て、まあ、ドームの方行ってないの見たんで、ドーム飛びまーす。はい、フォローは出す。まあ一旦ダメージ終わっちゃったんでね、まあ、アンチの入ってる家にこもります。でガスの置き場はですね、まあ、基本的には見えない位置ですね。外側から見えない位置に設置した方がいいですね。でしばらく敵見えなかったんで一旦索敵に出ました。あ、線路上ですね。アンチが待ったらこうするな。ただジブラルタルがどこ行ったか分かんないんだよ。あれどうしたの。アンチか。いやー、もっと早めに風船行けばよかった。なんで一人で突っ込んできたんだ。マジ。あーす。ついていくか。モンスターさ、こんちゃん移動きついね。これはまあとりあえずここまで来たんですけど、まあアンチ入ってる家取ろうと思ったんで、まあ一旦そのでかい家に、ね、移動します。まあ、ワットソンとかガソリンなんでね、まあ、こもるの相当強いですね。俺は見るぜ、ちゃんと見るぜ。鳥大丈夫。ブルトニッシュがやばい。で、とりあえずアンチ縮まんで、まあ、ケツ見ます。あっガス爆発したんだけど、マジで。ここ倒したかったね。
まあちょっと相手のレースがポータル作るのめっちゃ早かったんだよな。で、まあ一応行こうと思った理由が、相手、まあ第3リング背負った状態、プラス家こもってるから、もうガスこっち最強なんだよね、もう。ガスで閉じ込めて、終わり。で、ガス、まあ奥サイなんだけど、まず、まあワットソンいたし、まあウルトがあったんですよ、パイロン。パイロンに対して、ガスおじのウルトナゲート壊されちゃうんですよね。まあなのでまずガスタンクの方から投げます。ガスタンクでパイロン壊してからウルト投げる予定でした。うん、まあ相手こもってるやついたらね、まあ狙っていいと思います、スキルは。まあ一応もちろん、まあ周り気にした方がいいですけどね、漁夫が来るかどうか。で、まあ、左のジブラートのダメージ入れたんでね、まあ、回復するかなと思って、まあ、その隙に、ね、アンチ入ってる家取りました。で、とりあえず家の中にガスは置きません。まあ、家の中で攻勢になった時に、まあ、味方がガスで食らっちゃうんですよね。で、まあ、一応ここで設置、外で設置しとけば相手が来たかどうか分かるんで、まあ、ここでいいかなって感じですね。まあ、そもそもやっぱガスを見たら相手突っ込んでこないんですよね、家の中やっぱり。まあ、しかもこっちワットソンいるからね。まあ、もちろんガスの中突っ込んできたら、まあ、相手の不利になるか強いかもしれないけど、そもそも突っ込んでこないってことを考えたら、外に設置しておいて敵が来たかどうかっていうのを察知した方がいいね。まあ、ガスを置いた位置は、まあ、どちらかといったら 見てない方向ですね。中国のカウボーイとか言ったっけ。初見です。あんずもちさん、いやいやいや、天使から解禁賞で孫子の配信入れてる新興人マックス最高あらす新興人マックス。あ、強すぎあいつ。まあ、ここのガスも、まあ、一応ベランダ設置しましたけど、まあ、一応相手から見づらい位置の位置に設置しましたね。まあ、多分相手からは見えると思うんだけど、やっぱ壊しづらいところに設置はしてます。で、このガスはスモーク代わりですね。D のジム倒すしかないですね。いや、ガス落ちだ。これがやべえよな、マジで。取りたいとこ取れるからな、マジで。まあ今回たまたまジムのドーム C だったから、その中に投げ込んだけど。まあやっぱこの辺は他のキャラができない。まあ、無理やりエリアを取り返すみたいな、まあ、そういうプレイできますね。で、この辺もガスを前に設置して、まあ、その自分が、まあ、持ってる空間ですかね、それを広くするために前にガス投げましたね。自分の所有地をなんか広くするみたいな、まあ、そういうこともできますね。ガス爆発させて、これが空間支配。
誰マジで押されたんだよ。死ねこれがガス最強で、最後なんか適当に設置したガスがね爆発したんで敵の位置分かりましたね。まあとりあえず置くだけでもね割と有効かもしれん。まあこういう最終局面ですね。やっぱ狭い範囲でガス置かれるとめっちゃ困りますね相手は。まあそうやって今配信でね、まあ、ガス掃除でプレイターになる企画やっておりますので、まあよかったらね Twitch の方で配信してねフォローよろーん。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろ。またね、バイバーイ。うん、最高。